令和の時代に入ってはや2ヶ月6月が終わろうとしています7月5日には幸福の科学の2大祭典の一つ御生誕祭が開催されます演題は人生に自信を持て今日はその会場となる福岡国際センターにも近い幸福の科学の少女 福岡昇神館館長の西原忠弘さんにスタジオにお越しいただきました。西原さんどうぞよろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。<laughs> まあ7月5日も直前ということで信者さんをはじめ福岡の方あのご生誕祭盛り上がってるんじゃないですか。<laughs> いやもうね前代未聞の出来事ですから。えそれはな、えー、幸福の科学史上初めて御、えーはい、生誕祭が福岡で行われると。はい 福岡は開催初ですもんね。あ、じゃ、地方の信者さんというか、<えっ S 2> ね、先生のことを。あの大好きな方は、ね、え <っ S 2> 教え合ってらっしゃる方。もうそういう意味で、いい意味で、激震が走って。<laughs> もう目の色変わってらっしゃいます。えーえー、そうですか。はいはい、あ、どういう、具体的には、どういうこう、なの、感じに、皆さん、動いてらっしゃるんですか。もう、例えば。あの、政治活動も、宗教活動も、融合させていこうと、いうことで。うんはい ご生誕祭へのお誘いとかあるいはまたあの訪問をしてそのご案内を申し上げるということとかえまあそういうもう全般的なあの活動が。 確かに熱が違う形で今進んでおります私もあの福岡昇進館にはお邪魔したことがあるんですけれども本当に信仰心厚い信者の方々 <laughs>、はい、そして総裁から発信される日々え説かれる教えをこう学び続けている方々がたくさん集まっていらっしゃるなというのがあのすごく印象的だったんですけれども、はいはい、その総裁があの先般のえタイトル などどではされど不釈神明とか、まあ、とにかくその今の情勢を見ていると、まあ、神仏の視点、まあ、仏から見た視点から見るとその豆、まあ、先のことにとらわれた報道だったりとか、うん、まあ民意だったりとかということでこう各地回って時勢を捉えた発信をされていますよね。はい、であの心の指針を 番組でも学ばせていただくんですが例えば「心の弱さに耐える」とか、はいえー「なぜ笑う」などでも学んだばかりの,あのそうした風潮に流されない生き方、うん、弱さにこう耐える生き方っていうんでしょうかねそれから、まあ、本質を見抜く、えー、方法なども今日館長に伺っていきたいんですけれども館長からご覧になってそういうその流されずに生きる とその仏法心理のの関係とどなたもご自身の知識といわゆる悟りとか認識力というものは完全じゃなくてやはり自分を超える存在、うん、やっぱり経営者の皆さんなんかは孤独に陥った時やはり自分を超える存在に何か答えを見出したいという気持ちもおありだと思うんですよね。うん そういうい意味で私も本当に運が良くて早い頃から総裁先生の教えに出会わせていただいてその内容を読ませていただいたら腑に落ちることばっかりですからですからもう腑に落ちる連続今までの人生がすごいい目が輝てだから本当にもう信念が学べば学ぶほど正しさのまあ柱になるもの 基本になるものはこれだという革新の積み重ねねだったんですよ、ねんえー、西原さんは、えー、何歳の時に「仏法真理」に出会われたんですか何をされてたんですかその時えっとそれまでは製薬会社の営業をさせていただいてて、えー、30歳ちょっとくらいだったと思いますけども、えー、1987年の暮れあたりに総裁先生の書,書籍に。 書店で出会ったんです、ねえー、でそのまあもう前書きなど読んだだけで本物だと。本物だと。もうこれはもうなぜ本物だと分かったのかという理由が分からない。<laughs> すごい。<laughs> <laughs> なんかもうこれだと思ってですね。<ー>それからもう会社のあのあの自分のあの机にですね。もうダー っと積み上げていったんですね<ー>もう読んだ瞬間みんなにも読んでもらいたくて<ー>、ね、だからどんどん積み上げていってそれで会社の皆さんは「なんだあれ?」みたいな感じで。<laughs> <laughs> その積み上げられた本も開けに取られあの見てましたね。そこからちょっと伝道が私も始まった感じですね。そういう出会いがありました。はい。まあそうした中で三十歳というとまだまあ若いこれからっていう年代の時に出会われてますけれども、リスナーの皆さんに参考にしていただければと思うんですが、その仏法真理を学ぶことでその流されなかったりとか、その風潮に負けないとか、あるいはその 世の中のそのできて起きている出来事をこうしっかりとした目で見るっていう見ぬく目というのを養うとな、うん、あのどのようにしてったらいいでしょうかね。まずあの流されやすい大きなトレンドはマスコミから流れる情報なんですね。うん、多くはそうですね。そうすると総裁先生のご著書やご講演を聞いていると真逆のことを言われる。 そういういことがしばしばばありますその中で自分の中でこの揺らぎが出てきて <laughs>、うん、そこであやっぱり自分もマスコミから流れる情報というものをうのみにしていた自分がいるんだなというのを感じて、うん、それでちょっと時間が経つと先生の言われてることのが本当という現象が世の中に出てきて、うん、そしてい、うん、わば悪があぶり出されるような感じで誰の目にもわかる。うん うん、このやっぱりサイクルの連続だったと思うんですよねあ西原さん、うん、自身がそうだったんですか。すだから常に総裁先生が発信される、はい、いわゆる黄金の情報を、はい、自分の目と心と、はいはい、これからもう丹田に <laughs> あの踏み落とす習慣をつけておかないとな要するになかなか判断できないですね。ですから自分を超えるものをがいらっしゃるんだいわゆる。 根本でであり神々でありり、神々、はい、そういう、うんうん、いわゆる高い認識力から見たら今の、ね、世の中はこういう間違いに見えるんですよということを素直に受け入れてですね、はい、学んでいると、はい、もう本当にそれがその通りだと分かるような現象が目の当たりにされるという連続だった、うん、なるほど。はい。はい まあ、今や総裁の講演や発信は多くのマスメディアの方々も聞きに来られて、えー、そして参考にされているというところもありますしねなるほどやっぱり自分を超える存在大いなる存在というもののこう実感というか感覚というか、はい、それを認めるというか、えー、うんそういうところが出発点になっていそうですね。何でも西原さんは、はいえー、20代の頃に どんな自分になりたいいかっていうその,自分の生き方を決めるに至るエピソードが仏法師に絡めてあったと伺ってますけれども、はい、いや二十歳前後の頃だったと思いますけども、えーはい、おとある方から一冊の書籍をプレゼントあいただきまして、はい、それが当時の大は「自己を生かす」っていうベン・スイートランドさんの うん、書籍だったんですねそれの前書きか後書きか忘れましたけども「はい、I can 私はできる」っていう実話があの短い実話が載ってまして、はい、まずそれに感動したということがあって、はい、それで読み進むに従って未来自分はどうなりたいかというような問いかけもあるんですけど、はい、例えば分かりやすいところが多額な銀行預金とか。はい 綺麗なお嫁さんとかいろ、うんなこと書いてあるんですけどね <laughs> 後半にはそれも大事だけどもどのようなあなたになりたいのかということを考えてみなさいみたいな、うん、そういうくだりがあったんですよ。はい、それで私は待てよどのような自分になりたいかっていうのはもう本当にあのお恥ずかしながらあんまり考えたことがなかった それ外界を見てこんな環境になればいいなこんな仕事ができればいいな自分の外の世界の理想これを自分のことのようにあの思っててそういうあのビジョンを描くのはまあ,あの少しはやったことありますけども自分の中のこの内面がどのような人間になりたいのという問いかけは私にとってはもうショックでなぜかというと。 分かからなかったんですよ考えても、うんうん、それでもうしばらくちょっと落ち込んだような状態でそんなことが自分で分からないのか、うん、自分はそういうことすら分からないで考えて考えてない自分だったんだみたいな、うん、なんかがっくりきたような感じで、うん、まあそれでもちょっと考えようと思ったら、はい、優しい自分とか、うん、から強い自分とかそういうのがこうだんだん出てきたんですよね。 優しい自分ね、おお強い自分で程度なんですよ。で、これだっていうのがないわけですよね。でもまあ粘り強くこう考えなさいみたいなくだりがあって、それで考え抜いて行ってたら、ある日一秒パッとこう完全にビジョンが映ったんですよ。それは私が右手を振り上げて縁台があって聴衆がいらっしゃって、私がなんかもう一心不乱に 話してる姿ですね。今じゃないですか。<laughs> す今のような姿。数十年後の自分だったんです。はあ、それで<ー>そのビジョンを頼りに、この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 人ってどんな人っていうのを頼りに掘り下げていったら、はあ、最後出てきた答え、え漢字三文字に感動したんだです、ね。漢字三文字。漢字三文字。でこれはですね、あのー。 私以外の人が「はい、いや漢字三文字はこれなんですよ」ってお、はい、教えしてもですね、はい、まあ,あまあそれはご立派なお答えでよろしゅうございましたねと、うん、これで終わっちゃう。はい、でも私にとってはもう。宝だったんですんだからこれで私はそう思ったのは考え続け考え抜くことによってまるで均衡を掘り当てるようなこの瞬間がやってくるんだということは初めて体験した。あの そ,うですかそれで、はい、あの黒尾英語九段丸に書籍の<え>、はい、もう発刊されたばっかりですけど、はいはい、福岡昇進館の住光氏が。はいはいはい 私に教えててくれ常々館長へ言ってたそのお話これなってますよってえっって言ってやっぱり先生もお読みになられたんだと若き頃でですすねねそう思って共感を得たんよ今館長の手応えとして若き日の自分はどんな自分になりたいのかっていうことを問い続けたっていうもうあの。 ある種自分との葛藤じゃないですけれどもうん、うん、今までは例えばどうなりたい何だろう,あのどう例えばそのえ<っ>どういう環境に身を置きたい大きな家に住みたいとか<っ>一流企業に勤めたいとかね<っ>普通だったらこう考えそうなことではなくどんな自分になりたいかっていうところが意外に旗と考えさせられてしまって、うん、いやこれ案外ですね結構リスナーの方そういう方多いかもしれないですと思いますね。学生さんでも卒業間近になったらあ3年頃か あの就職はどこの会社がいいとか言って、えー、やっぱり探し始めるじゃないですかその前にどんな自分がどんな仕事するのっていうのがいわゆるリーズナブルな順番じゃないかなと<う>今も思いますよね。<laughs> なるほど,どんな自分になりたいのかわからない人が何の仕事したらどうなるのみたいなところもあって確かにあ,ってあ確かにそうだなと思ってですね。 宗教立国の精神という書籍は、はいはい、もう数年前にはがされましたけども、えー、この中のね必勝の精神という、はいあ,ね、あの書があるんですよ。はい、そこでですね、うん、先生がこう言われてるんです。どのような自分になりたいか。私は何十回何百回考え続けてきました。うん、もう同じことを、もうねびっくりしました。うんえー、だからあこれからも,もずっとやむことなく。 そういうい自分を追求する、掘り下げていかないと、はい、それをやらなくなった時もう理想と希望若さがなくなっていくんだなというような感じは今も、うん、あの実感してるところです。はい、西原さんがそうしたどんな自分になりたいかをとことん探求したのはまだ仏法森林に出会う前。 だったわけですよね自己探求というのは幸福の科学でもとっても勧められている、うん、まあ内省ですね、ええ、自分とは何者なのかという自己探求のこう大切さは説かれてますけれども、はい、例えば、えー、西原さんがいらっしゃる福岡昇進館でそうしたことをすると一体どんなことが待っているのかと教えてください先生の教え通りにいけば「ですね、えー、僕の彼女は魔法使い」という映画がありましたね。 やっぱり人を愛して幸せにする魔法を体現できるような私になりたいというのが愛の魔法使いのまあ真意だと思うんですね。うん、人を幸せにする魔法これいくらあっても、うん、よろしいんで、まあそういう意味であの映画に出てきた教えはまず第一に。 仏法真理の学習っていうのがシが出てきましたあ勉強しまくってましたね勉強してましたね <laughs> もう二人でずっと勉強してて <laughs>、はい、もう何はなくとも仏法真理の学習が正しさの物差しを測るという揺りがない大宇宙に通用するこれが一メートルですこれが一センチですという正しさの物差しまあ、例えて言えばですね、えー、そう思うんですよで次にですね、えー、仏法真理っていうのは仏が説かれるもの ですが、はい、その証拠が自分の中にもあると。次に出てきたのがこんな水ガメでした。でした主人公のこの水ガは出てきて、はい、最初ぐる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 回ってたり水が、はい、それから波が立ったりさざ、はい、波が立ったりしてましたけども、はい、いわゆる障者というのは仏法真理を学習をしているものがそういう障者の、うん、いわば。 心の湖の湖中に入っていく、うん、山深い都会の少女であっても一旦その中に入ったらやはりもう山奥深いもう静寂な湖が開かれてきた、うん、風景にその時ハッとこうあのするんですね何とも静かな空間だなと、うん、これがご自宅でもできるのが禅帖修行といって、はい、自分の心を静寂にしていくという、うん、まあ自助努力が。 そこにあるわけです、はい、でその基礎にあるのは、まあ、私の実体形状から言うとですねあ,のあんまりその難しいことをこねくり回していくような心の修行ではなくてですね、はい、まず黙って目を閉じて静かに座っていると静かな状態が心の中に出来上がってくるように人間の心は作られているんですよというのがう もうこの数十年の禅帖修行の,あの得られた一つの結果ですね<ー>これ一つ<ー>あこれが神の子仏の子の性質なんだと禅帖<ー>修行はまず、うん、何をなくたって静かにしているとまず今日一日の仕事の疲れがスーッと引いていきますよというものを私自身も実体験しました。でも悩みとか 抱えてる人はどうしたらいいですかって多分じっと座っててもそ考えちゃんすけど私もかつてはですねまあ今もそうかもしれませんけどね悩みながら考えるんですよ人ってああでもないこうでもないああなったらどうしよう昔はこうだったからそれを引きずってるんだとかそういうふうに悩みながら考えるとですねあの水がが渦になって下に向かっていくずっと下に向かっていくので引き込まれていってしまうんですね。下の世界 えどうしたらいいんですかだから <laughs>、はい、まず静かにして、はい、この水亀の表面を鏡のような湖面にしましょうって、うん、イメージすればいいですかイメージすればいい、うん、え静かにしていたら見えなくても、うん、えたとえそういう湖面なんか見えなくても疲れた体のわだかまりとかそれから息の通り方とか胸に突っかえているこの突っかえ、うん、気が重い体が重い的なものが、うん ずっと習慣化をして続けている人はそれが短時間で起こってくるんですんこれを水亀のさざ波が消えた状態と思うんですねそしたらどうなるかというと、はい、さざ波が立っている水亀は中に何が泳いでたり沈んでいるか見えませんよチラチラしてでも湖面が鏡のようになるとああそこに宝箱があるとかうん、うん、あ、メダカが泳いでるとか <laughs>、うん、こういう風な 発見できますよね、えー、これが一つ心の発見につながっていくと思うんですよ<ー>みんな仏性神聖仏のこの性質がありますので、はい、水亀の中には良きものがあるんですね、はいえー、でこれを今言った静かな状態を作る習慣をつけたら例えばどんな自分になりたいかということを考えていくと透明なので、えー チラチラしないので、どん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 一番自分が求めている理想の自分、うん、こんな自分になりたいという一つの答えが発見しやすくなってくると思いますね。で<ー>、ね、人間は同時に2つのことは考えられないって先生から教えていただいてるので、うん、このことに集中するだけでも、うん、人間はどんな自分になりたいか？って言ったら考えてたらですね。うん、いや、私はあの人殺しになりたいとかですね。うん、<laughs> 泥棒になりたいとかですね。うんうん 人のものをすぐ奪う自分になりたいなんて出てこないですよいいことだけ出てくるんですよ<ー>それはやっぱ性質がそうです善なる性質が宿ってるんですから、はい、かだからどんな自分になりたいっていうスイッチを押すだけでどん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 レベルの差はこそあれ良きものだけが湧き上がってくるその結果水亀の底の中にある現時点での自分の一番の言葉は、うん、思いは姿はこれだっていうのが掴めていくと いう感じですねこれが庄司が提供できる最高の水がめ庄司はそこに浸っていただくだけでも私もこんなこんな心の状態の湖になりたいっていう気持ちを持ってお帰りになってそれで自宅でもそういうふうな形で。 やってみようという習慣化をつければつけるほど、うん、いざまた障者にお越しになった時にその効果というか、はいえー、苦毒というか、はい、あの成果というものが非常に幸福な成果が、うん、自分の心の中に生まれてくるというふうに思いますね。なるほど。えー、こうやっぱり自分が生まれてくる前に約束してきたこととか、うん、うんあるいは使命であったりとか、例えばあのー、もう 結構言われてることですけども、経営者の方とか、はい、こうトップリーダーの方たちって禅、うんうん、情をよくされていると、はい、あのそれこそ静かな時間をとっても大事にして、はい、でその後もう目覚ましい行動力だったりとか、はい、発展につながってる、はいるとまず静寂がベースだということを申し上げましたけれども、はい、あと次にはですね、えー、仏法真理って例えて言ったら潜在なんですよ。 洗剤お洗濯の洗剤うん、うん、これを、はい、おいつも心の湖の中にまいておくと、うん、ああ洗浄力豊かな湖になる面白いいこと言いますそしてその習慣がかついたら今度は要するに持っちゃいけない心とか悪い行いとかいうのを日々あの経験していく、うんまあ、凡夫であるわ私たちがいますがそこにお洗濯物をつけるわけです。 水の中につけるそして静寂はどういう意味があるかというとつけき笑いいです面白もうねいきなり回しちゃったらね悩みながら考えるのでダメなんですよ。回そだからもう右左右左って洗濯機のようになっちゃってぐるぐる頭が回ってきますからだから何のために考えてるのかも分からなくなってくるのでまずは静寂な癖をつける仏法心理の洗剤を用意しておく。そして 疲れた体や心をそこに浸す、うんはい、そしてしばらくじっとしてってくださいそしたら仏法真理の洗剤が染み渡っていきますよ、ね、でこぶりついた油,油や汚れも <laughs> 繊維から離れるようになるんですってういうようなことを信じてやっとけばいざ今度は考え出すともむもみ洗いもみ洗いそしたらスパーンと真っ白なワイシャツに起きて次の朝 お仕事にに活動すがすがしい気持ちになってそして邪を払い、うん、善なる心を持っていくと人間は神の性質がありますから、うん、よし今日も多くの人々の幸福のために働こう、うん、あるいはこういう経験を少しでも人に教えて差し上げたいという気持ちになる救世運動ですね、うん、えこういうこの善情と活動のつなぎになるのがこの次のレベルのこの「 仏法真理を付け置き洗いして揉んで正しさが分かって真っ白な自分を見て喜んで外にいくと、うん、このサイクルが習慣化されたらこの潜在意識が主力エンジンとして回り始めるんですよ<ー>それまで必要なのがセルモーターの意志の力ですセルモーターの意志の力セルモーターは、うん、あのー、例えば 信号、あの遮断機の中で立ち往生した時に、エンストで、はい、エンジンかからない時に、セルモーターで、はい、あのクラッチ繋いだら、えー、あの動くんですよね。えー、だから、まあ、長くは続かない力なんですよ。だから、先生はあの側近の方から、うん、先生は本当に意志がお強いですからって、あの申し上げたら、先生が何言ってるの。僕は意志が弱いから、習慣の力をつけようとしてるんじゃないかって。 あれも私にとってももう本当に1.5で、ええ、だから先生でさえ医師の力の弱さをもうご存知だとだからこそもう仏道修行や自動努力っていうものを習慣化した時に潜在意識のポイントは繰繰り返し繰り返返ししし良きことでしたよね、ええ、我々こういう仏道修行や心の修行や伝道活動人の幸福のために資するような良かれという思いは 良きことの,のもういうものを日常の生活の中に組み入れて、うんね、そういう生活に変えてしまえばあなたの潜在意識はもう本当に真っ白なワイシャツをもう多くの人たちに着ていただくような爽やかな活動になります、うん、というものをもうすごく思ってだから7月5日はそのもう皮切りというかもう考え方を変えましょうと、ね、もうその打ち上げ花火的なあの努力じゃなくてですね 日頃からもう私はあの仏法に沿って真理に沿って実践し心の修行とあの救生活動をするのは私の生活なんですって、うん、本当にこう人に自慢するんじゃなくてね、うん、自分で納得し言い切れるようなね、うん、そういうきっかけというかもう状態にして先生をお迎えしそして先生もう五生誕査が終わっても,もうずっと九州はもう旧姓のお習慣行の 生活を皆さんされておりますという形の大転換をですね、うあの図っていきたいなというふうに思っております。はい,はい。はい、まあ。1月5日は人生に自信を持てっていうタイトルですものね。<っ>今日のあの西原さんのお話を伺ってると、まあ。 そんななにこう,抗うことなく、しかも自己変革自己変革って気負うことなくやっぱり物性のところをどれだけ自己信頼するできるかってところが要なんだなってなこれやっぱりもう <laughs> どんなプロの世界の方にお伺いしてもですね、はい、絶対答えはあの共通しているのは、はい、毎日の練習が。 私の生活でですって、ね、おっておしゃるはずなんだ,だからそういう意味では気負う力とかねあの過度な念力とかですねあのそういうのは出すべき時には出すんでしょうけども日頃からのやっぱりそういう,うあの当たり前と思いし鍛錬を当たり前のごとくやる日々を積み重ねる,る、うん、ここでないと大きな力には ななななっていかないいいかかじゃと思いますねうそういうのが本物の力として出てきて、はい、それを見たいろんな方々が幸福の科学の方に引き寄せられてくる、うんうん、引き寄せの法則ですからね、うん、潜在意識能力の開発っていうのは良きものを今度はあの繰り返すだけじゃなくて引き寄せつけけてくるる力があるわけですねう、はいえー、そういうように今思って、うんえー、この、まあ、福岡昇進館に着任してから、はい、もうそういうカルチャーを作らなきゃいけないと思って あのやり続けてまいりました。はい、えー。今日お話しいただいている西原館長は、えー、宗教家の一面とそして、えー、外に飛び出して多くの人にその仏法真理を伝える活動をもう両輪でもう全力で日々生きていらっしゃいます。もう見かあの見かけというかごめんなさいあの。<laughs> 石原さんのその見た目というのも爽やかで柔らかなお声で <laughs> そしてでも熱く語られる <laughs> とってもバランスの取れたあの素敵な方なんですけれどもとにかくその根拠にその自分への信頼そして仏性へのこう仏性をいただいたことへの感謝というものもなんか垣間見える気がして <laughs> あのまだまだお話を伺いたいんですけれどもえここで福岡昇進館のちょっと PR もしていただきたいんですけれども今は。 何が一押しですかね、はい、あの福岡商神館が建っている場所が千数百年前の盲虎襲来の場所で盲虎<ー>が上陸して陣を張った場所だとそうでした赤坂というところですね<ー>これは記録に残っているので、はい、赤坂の字はそのまま残っております名前がですね<ー>ですから福岡商神館は今歴史は繰り返すではないですけどもいわゆる唯物論の無信仰の国家の 世界侵略というものがまあ進んでおります我々はまずその反対のもの幸福の霊流というものを情熱に変えてそれを打ち返す福岡正心館はアジア国際勝者なんだという目打たれておりますそういう意味で福岡からまずそのアジアに光を流して発射してその優位物論無信仰の侵略というものを止めて繁栄に変えていくと いう流れで、まあ、そのためにもお原点として、えー「青春を生きる」という研修を今年初開示させていただきましたが、えーはい、えこれは単に2三3 0年若返り,りましょうというものではなくて、えー、要するにいくつになっていても、うん、あなたは魂が作られた瞬間があるんですと先生に私たちが作られて作っていただいた瞬間それは大宇宙と。 人類を作った瞬間それは喜びとともに生まれたと先生がおっしゃっておられますですから願わくばそこまで究極のアンチエイジングとして体感できるような、うん、えそういうあの場としたいと機会としたいというふうに思っておりますはい、はい、ありがとうございますえ詳しい研修のスケジュールやこの福岡昇進館の場所へのアクセス情報は少女へ移行こう少へ移行」というキーワードで検索してみてください 今日は福岡正新館の館長西原忠広さんにお話を伺ってきました。どうもありがとうございました。